はい、そしてですね、せっかくなので、エリーちゃんとねお近づきになれたっていうことで、私は勝手にすごくお近づきになれたと勝手に思ってるので、プレゼントを用意しようと思ってて、でね、ここでちょっとバースデーカードをこの場で書きたいなと思います。皆さんの力もお借りして、エリーちゃんにどんなことをねお伝えしたらいいかとかも一緒に相談し合いながら、渡すバースデーカードを制作したいと思っております。よし、じゃあはいいですね。あ、2種類やります。まず2種類あるので、みんなで多数決取って、あ、ちょっと透けちゃうな黄色。あ、そうそう、こっちとこっち、どっちがいいと思いますか？ピンク。伊藤さん的にはね、こっちの方がちょっとエリーちゃんっぽいかなっていう風にはありますね。あ、赤い方、やっぱピンクが多いですね。やっぱピンクのイメージだ。じゃあこっちで書いていきたいと思います。はい。あ、すごい、全員ピンクじゃない？両方っていう人もいるけど、2枚書いておくねんで重くない？ちょっと2枚渡したら重くない？そんなことないね。確かにね確かにって言ってる。待って、バースデーカードちょっとどこに何を書いたらいいのか分かんないな。で、ペンもこんだけあるな、いろんな色がありますので書いていきたいと思います。みんな何がいいと思う？どういうことを？あ、そうだね、バースデーとディズニーのありがとうカードっていうことで、やっぱりその一緒にね親睦を深めた夢の国の思い出話とかはね、確かに。何色がいい、何色がいいかな。でも黄色じゃないや、そう、黄色とかちょっと見えづらいから濃い色の方がいいと思うんだけど、赤とか、あ、紫とかどう？エリーちゃんのカラーってちょっとピンクっぽいような、紫っぽいようなイメージが私にはあるんですけど、ちょっと濃いかもしれないけど紫で描こうかな。あ、水色っていうのもあるね。ピンクピンクしちゃえ。だって、あ、逆に水色、私の色だから。あ、それちょっと頭いいじゃん、すごいいいじゃん。青とかね。あ、じゃあちょっと水色で描こうと思います。よし、何描こうかな。まずエリーちゃんへって書くね。エリーちゃん、うん、ねえ、エリーちゃん絵の後ってハート入れてもいいと思う？絵の後、エリーちゃん絵の後、ハート星の方がいいかな。あ、大好きなエリーちゃん絵とか書くのいいね。あ、いいよ、いいと思う、入れようって。よし、ハート入れちゃう。え、大好きなって入れていい？え、入れていいかな、引かない、大丈夫？いい？あ、いいと思う、もう自由に書いてくれおー、ぐさぐさ。そうですよね。よし、あ、ディアとかもいいね。ディアにしよっか。ディア、エリーちゃんへ。あ、えって書いてあるから、ディアディアになっちゃった。あー、なんか重複しちゃった。まあいいや、しょうがない。で、内容ですね。なんて書こうかな、内容は。エリーちゃんは私の1個下だから21歳になるんですよね。合ってるよね、きっとね。まずは21歳のお誕生日おめでとう、生日おめでとう、よしって書いて、で、どうしようかな。あ、そうだ、ディズニーの話をね書いたらいいんですよね。先日は、先日はちょっと硬いな。この間、この前、ちょっと前、この前にしよう。この前は一緒に行ってくれてありがとう。くれてありがとう。あ、ちょっと字が下手だな。どう？あ、プレミアムライブの話ね。
てまだやってないからな。あ、今度はどこ行くっていう締めいいね。だってまたね、約束が取り付けられるかもしれないからね。あ、そうね、兄様のコラボとかね、ハイタッチとかもあったりしたから、コラボのコラボもありがとうって。よしのコラのエリーちゃん。あなんか変な、なんかうに毛が生えたみたいな字になっちゃった悲しみ。うんと、以上で楽しかったよ。よし、ああ2人旅行こうとかね。あ、今度は私が好きなヒーローショーに誘ってみるとかどうですかって。よく考えてみて、エリーちゃんがヒーローショーを見ている姿、え、想像できる伊藤さんには全く想像がつかないんですが。あ、お泊まりしようね。それええやん、いいやん。あ、ヒーローショーもそれはね、可愛いやんみたいな。ポカーンとしてるエリーちゃんを見るのも私的には可愛いから全然いいんだけど、エリーちゃんがね楽しくなかったらしょうがないから。じゃあ次は、どうする、お泊まりはちょっとハードル高いかな。お泊まりはハードル高い、次は、次も遊ぼうねぐらいの方が無難。どうどうね、どうお泊まりとかめっちゃ女子、お泊まりいいやん、ありよりのあり。あ、旅行ね、あと大阪の方のテーマパークもよく出てますね。温泉旅行、日帰り温泉、あ、 USJ も、あ、 USJ がいっぱいあるな。ちょっと悩む思い切って、じゃあ思い切って書きます。どう、あ、ちょっと、調子に乗ってハート書いちゃったあー、ちょっとガチ感出ちゃうかな。ちょっとハート3つも入っちゃったいつの間にか、いつの間にか文章の中にハート3つも入っちゃった。誤解します、誤解します、3つ誤解する。ちょっとみくちゃん、ちょっとやだってなる、それガチ。ごめん、それは、いや、いいよ、私だったらハートないくつもらっても嬉しいもんってことにしよう。もう書いちゃったしね、これ油性だから消えないし。で、最後は良い1年になりますように。で、よし、書けた。フロムミック、よし、みんな、いった こう、なんかこうやって終わっちゃったいたうわー、すごい痛いあ、ちょっともう締められないのでちょっと閉められないので置いておきます。そして書けました。ちょっと中身は見せないでおくね。でも書いてあることはだいたい今話した通り、はい、ということで書けました、しっかりと。あ、でもここにも書かなきゃいけないんですね。でここにも私の、違うわ、山崎エリー様って書かなきゃいきますよ。あ、ちょちょちょ、うん、ちょっとすごい、いろいろ、じゃあいろいろ、いろいろがいろいろしちゃって、OK、様がいいかな、ちゃんがいいかな、
ちゃんにしとこっか。よし。あ、これどうしよう。え、これ自分の名前も外に書いとくべきかな。そんなことない？外に書いとくべき？よし。あ、すごいフルネーム書いちゃった。ミックよりとかにすればよかったかな。よし。オッケー。あ、そう、閉められないんだっか。はい、できました。ちょっと時間をかけてしっかりと思いを込めて書きましたので、こんな感じでね、イエーイ。はい、できましたので、これをいつか渡そうと思います。いや、ちゃんと近いうちにお渡ししようと思います。エリちゃんの誕生日前には渡したいな。はい、ということで、お付き合いいただきありがとうございました。ファンレターかなって感じ。ただのファンレターやなって。なるほどね。まあ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 、読んでいただくことを楽しみにしましょう。